ねえ約束だよ、かけがえのないステージを。皆さんこんばんは。アイドリープライド川崎さくら役菅野舞です。白石千佐役高岡のんです。この番組はメディアミックスプロジェクトアイドリープライドを様々な角度からアプローチ、その魅力を私たちがプライドをかけてラジオの前の全マネージャーさんにお届けしていきます。イエ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 イ。本丸ですけども、はい、本丸のストーリーはですね、はい、去年の4月から始まりましたね。はい、そうです先生、はい、つまりですよ、はい、今夜のオンエアで放送からまるっと1年が経ちました。嬉しい、おめでとう、1周年おめでとう。あ、ちゃんありがとうだから今自然と私も言っちゃった、ね、ありがとう。早いよね、超早い。でも私たちさ、4月始まった時さ、うん、めちゃめちゃ猛スピードの早口トークだったじゃん。ああちょっと黒歴史なるものが黒歴史、はい、そうそう、もうね、あれから1年経ったということで、うん、経ったね。いやもうなんかね、仲も深まったしね、私たちの。嬉しい、そう、なんか開花したところとか自分でなんかあったりする。開花といえばね、アイプラの開花ポイントみたいに、うん、素敵ですね、うんうん、ねえ、花咲いたポイントか、花咲いたポイント。でも緊張がしなくなった子も、うん、確かにそれは本当にそう、うん、それこそ最初の、もう私たちにとってね、あのブラックな歴史の時に、あの時はもうなんか初めてのことがやっぱり多かったから、ね、緊張相まって早口になっちゃってたじゃん、ね、今はなんか自分の言葉、オリジナルの言葉でいろいろ伝えられるようになったし、そう、なんかちょっとずつだけど、なんかこうラジオパーソナリティっていうのさ、こうね、役割をできてるかなって思えるようになってきた、ね、自分に自信がついてきた、うん、最初とかさ、うん、なんかこう言おうと思ってることを、うんうん、スマホのメモにめっちゃ書いてきたりしてた、私は。確かに前々も書いてるって言ってたんだよね、初日の時。私はあのいつもメモしてるの、なんかネタ的なね、そうやつ、あのね、いや、これはですね、あのね、豊崎亜希さん、私の憧れの豊崎亜希さんが、ね、ゲストにもね来てくれた。普段からなんかあったこととかをメモされてるっていうのを聞いて、うんうん、あ、素敵だ、私も何しようと思って、ね、なんかネタ、ラジオで喋れるネタとかあったら、うん、メモをすぐね取るように心がけているんです。ちなみに、ね、私もね取ってるんだけどね、うん、あのなんか全部ダジャレで書いたってね、後から読むと分かんないのよ自分で。え？なんかね、本当の本気の絵って言っちゃった。そう、本当にね、私の書いてあるねメモちょっと今開くね。え、いいんですか、そんな貴重な。貴重貴重。ダジャレノートを新作が発見できちゃうかもしれない。本当はね、ダジャレのた、ダジャレを書いてるわけじゃなくて。うん、あのネタとしてね、これ言おうと思ってること書いてるんですけど、うん、なんかね、書いてあることがね、こうとここ置いとこうととか、なんか動画はどう頑張っても無理だとか。え、それあの普段あったことじゃなくてダジャレのネタ帳ですよね。なんかね、これがね書いてあるんだけどね。それはネタ帳です。違います。ネタ帳ですか。私と一緒にしないでください。ごめんなさい、違います。先生、違いましたか。はい、そうですね、はい、はい、失礼いたしましたということで、そんなかこんなでね、はい、そんなこんなって言っていいのかわかんないけど、はい、おかげさまでこんまるですよ、うん、2年目もマイマイのんのんコンビでお届けできるそうです。うわー、みんなみんな、ありがとう、ありがとう。踊り出す、踊り出す、嬉しいね。はい、そうなんです、やっとね言えたね、こう自分たちの口からね。マイノンコンビのコンマルをこれからも続けていけられると、うんうんうん、ということで、はい、みんな安心してくれよなー、ね、待ってて、待ってて余計なこと言ってたね、嬉しい、そうだね、2年目もねやらせてもらえるなんて、うん、いやすごい幸せなことだよね。本当だよ、私は最初3日で終わると思ってた。待って待って待って、3日一周も経ってないそうだ、うん、でも最初はね、もう緊張で、そうだね、もう頭がずっとパニックだったから、そう思うと今こうやってね落ち着いて、なんなんと目を見てお話できてるの嬉しいですよ、ね、嬉しいですね。2年目からのこんまるもよろしくお願いいたしま す, しします。それでは私たちが紡ぐストーリー、どうぞ最後までお付き合いください。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、レッツゴーファイオー。
改めましてこんばんは、菅野舞です。高岡のんです。まずはマネージャーさんからいただいたメールをご紹介します。はい、こんまるネームすーさんさん、ありがとうございます。まいまいのんのん、こんばんは。こんばんは。ラジオが始まって1年おめでとうございます。ありがとうだから歌い続ける。危ない危ない、はい、この1年を振り返ると、うん、日曜日の夜を楽しみにして1週間を頑張っていたなと思います。まいまいのんのんのほんわかな感じが本当に大好きです、うんうん、これから2年3年と長く愛されるラジオになっていってほしいです、うん、アニメから1年、ラジオが始まって1年、改めてお聞きしたいのですが、まいまいのんのんにとってアイドリープライドはどのような作品でしょうか。いただきました。 ありがとうございます。なんかジーンときちゃうね。そうね、実感がね、うん、湧いちゃうよね、こういうお便りいただけると。本当だね、なんかそうだよね、アニメから1年も経ったんだと思って びっくりだよね、うんうん、つい先日のことのように思いますけれども、アイプラとはどのような原点に戻ってみたいな ね、わあ、なんか、あんのはね、なんか、こう、なんて言うんだろう、アニメできちんとこう携わらせていただいたりとか、メインキャストで、こうやっていろんな配信だったり、お歌もマルチにやらせてもらえるっていうのは、アイプラが初めてだったので、そういう意味では、たくさんの初めてを経験させていただける場所であるし、自分の成長、を感じられる場所でもあるし、あとはなんだろう、自分らしくすごい入れるなって最近思ったんですよ。あー、なるほどね。そう、なんか、いいね、なんか自分のいろんなことを発信させていただける場になっているから、今だから、そう、なんか嘘偽りなく、菅野舞としてまたさくらちゃんのお声を借りても、そのなんて言うんだろう、魅力を発信できるし、自分のことも発信できるし、すごい私にとってなんて言うんだろうな、学校じゃないけど、自分が成長できる場だなって思ってますね。リーダー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 かっこいいですね。リーダー恥ずかしいですノノはどうですか、アイプラやってきて。ノノはでもね、そうだ、アイプラとはでしょ、うんうん、やっぱりなんか安心感とこうワクワクっていうのを両方味わわさせてくれる場だなっていうのがすごい思ってて、うんうん、なんかそれこそさ、こう、うん、安心感っていうのはこうラジオだったりとか、うん、こうメンバーとかもさ、いつ行ってもこうみんな受け入れてくれる温かい現場でもあるし、うん、そのワクワクっていうのはこう、ね、こう安心しつつもこう、うん、いろんなね、こうライブだったり、うん、まあ、こうラジオもね、こうパーソナリティやらせていただいたりとか、あといろんなね、うん、フェスとかもね、出させてもらったりしたじゃない、うん、そういうのもあって、どんどんね、新しくあのワクワク、みんなにね届けるワクワクが更新されていく、うん、もう素晴らしい機アイプラだと思ってるんですけど。いや、わかります、ね、それを同時にね体験させてもらえる、うん、それこそね、私こうライブの台本でさ、うん、ここでダジャレ言ってくださいって言われたの初めてだったのよアイプラが初めてだったんだね。そうそうそう、だからそういうなんか、ね、高尾のね初めてっていうのもこう経験させてもらえる、それこそ前々も言ってたけど、だったりとかね、こうライブでね、こうみんなで歌うのもなかなかね経験できることでもないから、うそういう貴重なねことをたくさんやらせていただけてる素敵なコンテンツです。いや、本当にその通りですなんかファンの人もさ、すごいアイプラを皆さん愛してくださっててさ、それこそいろんな新しいことをさせていただけるたびにさ、うんうんうん、みんな自分のことのように喜んでくれるじゃない。さすがマネージャーさんじゃなきゃあるよね。本当マネージャーさんだよね。だって喜んで、一緒に喜んでくれるし、そうアイプラ盛り上げようとさ、いろんな方面でつぶやきとか SNS とか、ね、またライブもね、みんな見に来てくださったりとか、ね、楽しんでくださってる、マネージャーさんが楽しんでくださってることがね、うんうんうん、何よりも嬉しいから。そうそう、マネージャーさんたちのね、うん、このお声のおかげでね、いろんな活動が私たちもできるわけですから。本当にそう。だからこれからもね、こんまるも含めて ね、うん、ね、アイプラの新たな、ね、成長と発信を楽しみにしててくだされば、ね、嬉しいです。あ、ちょっと待って、ちょっと最終回みたいに言われた。各方面から最終回って言われてなんか今日すごい真面目じゃない、私たち。本当だね。ちょっとどうしちゃったの。ちょっとかしこまっちゃうよ。かしこまっちゃうわ。だってね、私たちはアイプラを背負っているから。ドボン。そう、こんまるパーソナリティだからね。ラジオパーソナリティですから。パーソナリティすぎてパソコンいじっちゃうって言ってね。はい
いえ、じゃあ0点ということで、今日のんのんのダジャレは絶好調です。はい、はい、今日のメールはここまでです。こんまるでは引き続き皆さんからメールを募集しております。はい、アイプラに関することはもちろん、私たちへの質問やメッセージなど何でも OK です。詳しいコーナー情報はアイドリープライド公式サイトをチェックしてください。メールアドレスは pip@joqr.net pip@joqr.net です。いつでもお待ちしてます。それではここで1曲お届けしましょう。はい、一ノ瀬礼、早坂芽衣で心ディスタンス。私見てて見てる景色違うことを感じていたのは、症状の目映るのは輝くステージ、夢の形はそれぞれなのに、どうしてわかり合えない、君の理由無理して離れてこじれて切なくなる。業界を渡っていくために、私たちが対決で芸の小屋賞をまる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 蓄えてきます。まるまるまる、なにそれ、ごめんなさい、なんかオリジナルな掛け声です。出た、高あるあるの謎の言葉を連呼するやつ。まるまるまる、まるまる、はい、はい、今日までに記録されている、あ、芸事プログラム、急にテンションが、あれ、マイマイが130ポイントで、なんなんが328、ごかけないで、このハンカチを使って、はい、ありがとう、なんか面白いダジャレ1個じゃちょうだい、それ泣きやもうかな。誤差すぎて、ゴーゴー砂漠へゴー、これはまずいとなちゃんさんからいただきました。これはまずい、あれ、砂漠の3点ということで、ありがとうございます。ありがとうございました。泣き合いました。よかったです。はい、そんな前回はどっちに納得あるある共感バトルを行いましたね。この模様はアイプラ YouTube チャンネルのこんまるアーカイブをチェックしてください。はい、そして本日習得する小屋詞はこちらです。マネージャーさんありがとう、エモエモアドリブお手紙バトル。エモ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 、はい、ということで今日は今年度のラストのコンバルになっております。すごい、はい、うん、来週からはね、うん、2年目に突入するということで、よろしい、こう1年間コンバルを支えてくれたマネージャーさんたちに感謝のお手紙を読ませていただこうと思いますよ。いいですね。とはいえ、まあ、バトルなのでルールがございます、はい、私たちが読むお手紙はなんと、なんとなんと白紙でございます。どうすればいいの。さらにですね、こう、うん、突拍子もないランダムワードが書かれたボックスが用意されております。本当だ、はい、こちらにご用意されてますね、うん、でここから3つワードを引いて、うん、そのワードを上手に使いながら、うん、全てアドリブで感謝の手紙を読み上げます。アドリブだって、どう
しいよ。でも私たち50回もやってきたからアドリブいけるかにゃいけるにゃいけるにゃはい、まあね、そのね内容がいかに感動的でエモくて心に響くものだったかっていうのをエコンマルスタッフさんが判定してくださいます、はい、票が多く集まった方の勝利となって敗者から獲得票票かける10ポイントを横取りすることができます。どうしたの前々プル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 、あすごい電話かってきた、電話かってきた、電話かってきた、おあすごいコールフロム、もしもし、のんのんさんですか。あ、のんのんさんです。あの、私130ポイントのカンノマイと申します。あ、噂のカンノマイさん。どうしたんですか。セカンドシーズンが今日で終わるということで、ねえねえあの、カンノにニューヨークラジャーイエーイイエーイイエーイ。マイマイが猶予くださいと言うよって言ってね。ゼロ点で、あ、ちょ、100点満点、100点満点です。じゃあ100点満点だから、あ、ポイントちょっと上げるとかしてくれないですかね。どうしようかな。今日もなんだかわいいし、だがりょもね、本当はすごく全部100点だったんだよね。え、もしかして100点、100点、私100万点だったんです。お、全然いいよ、全然いいよ、あげるあげる、あ、全然いい全然いい。ポイントは言うようにしよう、全部プープープーあれあれ、頑張った頑張った、はい、嘘つくのも大変だなってことで、ということで、まあ、年度末という節目なので、はい、半年にわたるセカンドシーズンは今日でね決着がつきますよ、はい、あ、まあね、こう猶予を前々にね、はい、私がプレゼントしたということで、やったー、はい、じゃあね、これで票数かける30ポイントを移動する制度にします。やったやったー、はい、もう100万点って言ってくれたのでね、はい、このままね、のんのんがゴールに突っ走るか、まいまいが大逆転を果たすか、はい、はい、早速やっていきたいと思いますよ。あ、そうだ、せーの、ハイプレちゃんけんちゃんけんぽい、あ、勘の勝ちました。のんのん負けました。はい、まいまいからなのかなこれ、はい、先行だね、はい、じゃあそれではやっていきましょう、うん、マネージャーさんありがとう、エモエモアドリブお手紙バトルスタート。はい、まずランダムワードを引きます。はい、ででんでんでで ん, で で, んでん、あれ3つですもんね、3枚引いてください。ででん、はぁ、出た、おやかまさん。待って、もう意味わかんない、もう意味わかんない、ちょっと待って、なんでこれだけ、これはあの例のあれですね、コンマル京都弁バトルで言ったやつですね、京都弁のおやかまさん、なんだっけ。そして2つ目は、はい、2つ目、てんてんてん、5分前行動。どういう急な5分前行動が現れましたね。次、そして滑り知らず。おお、私のことかな。はい、これでエモエモを作んなきゃいけないんだ。これを使って、じゃあマネージャーさんに感謝の気持ちを伝えてもらいたいと思います。はい、それでは先行マイマイお願いします。はい、マネージャーさんへ、いつもコンマルを盛り上げてくださってありがとうございます。うん、いつも可愛いマイマイと、うん、滑り知らずなノンノンを毎日愛してくれて本当にありがとう。ノンノンのダジャレは今日も100点満点でした。あ、やった。そしてそんな今日はノンノンへの愛のお手紙とマネージャーさんへの愛のお手紙並行しておしゃべりしたいと思います。ノンノンはですね、実はスタジオに来るとき5分前行動、いえいえ1時間前行動のくらいしっかりしている子なんです。バラされちゃった。そんなあのちょっと5分前よりもね1時間前行動で早く行動ができるのんのん素晴らしいねって、もっと皆さん褒めてあげてください。ありがとうございます。マネージャーの皆さんもね、はい、私実は知ってるんです。んハッシュタグこんまるでつぶやいてくれるときに、こんまるが始まる前からこんまる待機って言ってくださってるマネージャーさんがいること知ってます。いつも5分前行動、いえいえ30分前行動、いつもありがとう。そして
これからもこんまる応援してね、親子マッサンより。今までのこんまるのお話が出てくるのはちょっと変化球だったな。想定外ですね、これは。想定外だったな。はい、じゃあ、はい、行ってください。1つ目、うん、プライスレス。おー、プライスレス、英語来ましたね。あー、なるほど。で、2つ目、うんうん、待って、なんで、塩サバ。塩サバ塩サバ食べたい、食べたいですね。そしてもう一つ、うん、たこ焼き。美味しいね、美味しい、ね、いいね、美味しそう、たこ焼きと塩サバ。すごい、今一番食べたいかも、はい、プライスレス、塩サバ、たこ焼きということで、うん、はい、はい、それでは読んでいただきましょう。難しい。のんのんからマネージャーさんへ感謝のお手紙です。マネージャーさんへ、いつもこんまるを楽しく聞いてくれてありがとうございます。私知ってるんですよ、マネージャーさんはすごくこんまるをね、ワク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 しながら聞いてくださってる ことを知ってるんですよね。あ、今聞いているそこのあなた、あ、今反応した子、いやー、今日もこんまる楽しんでますね。今文字にたこ焼きって入ってました。ね、こう、私はね、よく塩サバをね食べながらこんまるオンエア聞いてるんですけど、なんか、なんて言ったらいいんだろう、私のダジャレがね、すごくサバサバサバっていう感じでさばかれていくんですよ、マイマイに。そう、マイマイをさばくのが上手、私のダジャレを。だから、もうなんかこう、塩サバ食べながらね、さばいてくれるマイマイ、面白いなって思いながらいつも聞いてますね。でね、こう、マネージャーの皆さんはいつもハッシュタグで応援してくれたりとか、あとツイッターをね、終わった後こうリプライでね、よかったよみたいなことをね、毎回言ってくださってるんですけど、いやー、もうよかったなって言ってくれるのがすごく私は嬉しくて、もう私のね、ダジャレ、そしてマイマイのこう可愛らしいボイス、こう2つが合わさってこんまるなんですけど、こう私たちのね、こういう素晴らしいところはみんなに向けていつもプライスレスだよ。はい、こんまる最高。のんのんより。最高。いやー、面白いですね。最後のんのんがもうどうしようってなって、こんまる最高って出たのが一番面白かったです。それでは判定をお願いします。エイプラスタッフさん、どっちの手紙に心震えましたか？はい、じゃあ、まず先行マイマイのお手紙が良かったなと思う人手挙げて。3票だって。マイマイ3票、はい、で、のんのんがおい票ということは、はい、マイマイ3票、のんのん1票、うん、この勝負マイマイの勝ち。わ、ありがとうございます。待って、これ決着ついちゃった、これ どういう、待って、結果、マイ、芸事プログラマーマイマイが220ポイント、うん、のんのん238ポイントよって、グローイングプライドセカンドシーズンを制したのはのんのん。待って、めちゃめちゃ接戦だったよ今。だって10何ポイント差だったよ今。いやー、嬉しい。のんのん18ポイント差ですね、厳密に言うと。ファーストシーズンはさ、マイマイがさ、うんうん、こう勝ったじゃん、はい、で、セカンドシーズンのんのん勝ったじゃん、うん、でも私たち無敵だよ、もう。やったー。ね、無敵のんのん。勝者のコメントお願いしますよ。勝者のコメントですか、うん、いやー、こんまる最高って言ってね。はい、セカンドシーズンのご褒美が何になるのか、はい、なんとまだ決まってません。おっと、首を長くして待っていたいと思います。はい、はい、ご褒美の行方も含めて今後も育ち盛りの私たちにご期待ください。以上、グローイングプライドでした。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。もしもし、マネージャーさん、先日
ホワイトデーにもらったバレンタインのお返し、早速あげてみちゃいました。私が前から欲しかったギョギョットさんのハンカチ、とっても嬉しいです。ありがとうございました。それと一緒に入っていた手紙も読みましたよ。次のライブに向けてますます気合が入りました。川崎さくら、全力全開でこれからも頑張りますね。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、エンディングのお時間でーす。今日のコールフロムはこんまるネームカズホムさんからいただきましたよ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、なんか1周年に、ね、1周年にふさわしい、あれです、素敵なお便りでしたね。お便りじゃない、お便りか、あ、お便りコールフロム、お便りコールフロムでしたね。ありがとうございました。ここでアイドリープライドからお知らせです。まずはゲーム情報です。明日3月28日からアイプラフェスガチャがスタートします。星5マナと星5メイはゲットするチャンスです。合わせてアイプラ感謝祭も開催されます。最大5万円のギフトカードが1000人に当たるアイプラ宝くじや、星5契約書が手に入るビギナードリームギフトガチャなど、さまざまな企画が盛りだくさん。詳しくはアイプラ公式ツイッターやゲーム内のお知らせをチェックしてください。この感謝祭を盛り上げるべく3月30日に生配信をする予定です。さらに同じく明日から永瀬まなの楽曲プレシャスがゲームに実装されます。こちらもお楽しみに。続いて楽曲情報です。ファーストアルバム奇跡、セカンドアルバム約束が発売中です。 CD と配信で聴いてください。また昨日3月26日からリズノワールの新曲ダークネスシンパサイザーのダウンロードストリーミング配信がスタートしました。ぜひエンドレスダークネスシンパサイザーをしてください。そして7月2日土曜日には立川ステージガーデンでアイドリープライド単独ライブを開催します。昨日チケット情報がついに公開になりました。詳しくはアイプラ公式サイトおよび公式ツイッターをチェックしてください。さて、こんまる第52話、そして1周年でしたが、いかがでしたでしょうか。ほっこりしたね。いや本当だよ、こんまる、いいよいいよ、話して、いいよ話して、いいよ、あれ1周年なのにおかしい。なになに、いやなんか嬉しいなって、のんのんとこうやっていっぱい仲良くなれたのも嬉しいし、こうやって楽しい時間をさ、マネージャーさんと共有できてるのもすっごい嬉しいか、なんか今日一日中ハッピーハッピーだったの。そうね、ハッピー、私もハッピーハッピーだったんだけど、なんかさっきマイマイがさ、のんのんがダジャレ言う時の傾向分かったかもしれない。あ、そうそうなんですよ。あの、のんのんがダジャレを言う時の傾向としては、あの最高潮に現場が盛り上がった時にのんのんがポロッと言うので、ポロッとね、あの雪崩が起きるっていう。雪崩が起きません。いいオチをね、ある意味つけてくださってるということで、ありがとうございますよ。落ち着いて頑張っていきたいと思います。はい、こんまる最高。はい、ではでは今日はお別れです。アイドリープライドこんばんはから始まる物語、ここまでのお相手は川崎桜役菅野舞と白石千佐役高岡奈でした。